っきりのライブ見せてあげる。構成プログラムだっけ。あいつらに歌を聴かせてあげるとみんな熱狂してくれるのよ。ただ私も含めて周りに襲いかかってくるのよね。ローマを追われて方法の手でしみったれた町まで逃げてきて、これじゃあ土佐周りの地方巡業。ゲー、ガウェインさんだけでなくどっかで見た元駒使いがくっついているじゃありませんか。しかし同化に失敗した末にダークだのボイドだの面倒なクラスになってはいないようだね。うむ、一安心である。ちょっとあんたたちってばいきなり出てきて超絶失礼ったらないわね。あらあら、野良トカゲ発見です。また私の駒使いとして雇ってあげます。はい、駒使いじゃないんだから。これまでの恨み倍にして返すから。あら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 、何をなさっているのです駒使いさん。私のご主人様を連れていずこへ。何ってコリストデイじゃなくてマネージャーと次のライブの打ち合わせに決まってるじゃない。見ればわかるでしょ。マネージャーってそんな、ご主人様何かの間違いでございますわよね。これは制裁の度量を試すプレイってことですよね。妄想プレイは頭の中でやりなさい。さ、マネージャー、続きはマイルームで詰めるわよ。どうや駒使いさん、攻撃が手ぬるいですよ。私はもう駒使いじゃないわよ。とっくに退職してるっていうの。私が目を離すとサボり癖が出るようですね。ガードが甘いですよ駒使いさん。うがー、神装甲のあんたにガードうんの言われたくないわ。なんだか胸騒ぎがするわ。ビリビリって電撃。ああ、トラウマがフラッシュバックしちゃう。明日の予定は何かしら、ゴリス。ローマで握手会、千年鏡でライブ、冬騎士でグラビア撮影はやめておくわ。もっと霊気が育ってから。また邪魔しに来たのね、アルテラ。今度という今度は勘弁ならないわ。やべえ、なぜそんなに目の敵にするのか。撃ち落としてくれる。貴様が友をしているとは。あら、アルテラじゃない。ごめんなさいね、コリスを独り占めしちゃって。プライベートに仕事にといつも一緒なんだから。身の程をわきまえないのか。貴様は人食いの怪物、人間とは寄り添えないと自ら語っていたはずだが。あんただってロリータ、アダルト、ジャイアントといろんなシチュエーションでお楽しみだったじゃない。ずるいわよ、属性山盛りとか。それ私の特権。え、属性山盛りはずるい、短所ではなく。そうよ、マルチタレントにも程があるわよ。少しは遠慮してよね。今回ぐらいコリスと甘い夢を見てもいいじゃない。ローマと千年鏡があるならチェイテ領域があってもいいじゃない。そこでは献血カーが走り、血税が築き上げられ、私の歌が流れるのよ。ライバルたちを蹴落としてついに念願かなったりですか。やはりお前、あなたからはオーラに似たものを感じます。でしょ、わかってるじゃない。見る目あるわね。もしかして有名スカウトマンだったりして、次のライブのプラモートお願いしようかしら。結構です。いや全然結構です。絶対にご勘弁を。攻撃が雑すぎ、踊るがいい。力でなぜ完璧に戦えないのか。ああ、なんで私の出番取っちゃうのよ。だからどうしてそこでやられるのだ。あれ、切れながら助けに来たんですけど、何なのこいつ。なぜまた来たのです、エリザベートは。前回確かに今すぐ死ぬように、とにかく死ぬようにお願いしたはずですが。なんさ、貴様嫌われすぎてないか。始めるとしましょう。
ああそうだとも。貴様の予測不能な行動だけは私にも制御できない。大したものだ。頼むから死んでくれ。やだもん、アルキメデスのくせにいいこと言うじゃない。ってあれ、今褒められたのよね。私はソロサーバントとしてムーンセル直々にセラフへ招かれたもの。マスターは本来不要なのですよ。おやおや、これは皇帝陛下、相変わらず私の邪魔をするのですね。また何かよからぬことを企んでおるな。切り捨ててやろう、アルキメデス。圧力、何か匂うと思ったらいけすかねえペテン師がいるじゃありませんか。嫌われたものです。今回はまだペテンなどしてませんがね。信頼関係、それも一種の未来予測。嫌いではありませんよ。ただ人間はそこに願望を加えてしまいます。それは良くないですよね。これは珍しい被験体ですね。解析させてもらいましょう。私を知ることはできない。知るとするなら後悔するということだ。あら、腹黒プロデューサーじゃない。また私をプロデュースしようっていうの。そうしましょう。誰が貴様など、どんな計算で動いているというか、私の縁を踏むな。一応助けてあげるわ。一応ね。計算は狂ったが、思いがけない結果になることがあるようだ。裏か。プロデューサーがこの人みたいだし、助けてあげるわ。計算が狂うから余計なことするなと何度言えばわかるんだ。あなたのパラメーターをチェックすると時折揺らぎが見られます。これはスライドの跡。いや、まさかそんな。始めましょう。あなたと私の契約は始まったばかり。良好な信頼関係を築けていけるといいですね。とはいえ、私は確証のようなもの。戦いが終わればこの場を去るサーバントです。それをお忘れなきよう。いつもいつも暴れ回りおって。本当はバーサーカーではないのか。はっはっはっは。私はセラフのために剣を取っているだけです。もう許しません。まさかセイバーを召喚するとはな。マンセルはよほど切迫しているようだ。セイバー行くぞ。私を知っている。どこかで会ったことが。私はムーンセルが呼んだソロサーバント。強いて言うのならムーンセルがマスターなのですが、今はあなたというマスターと共に戦いましょう。この世界が終わりを迎えないためにも、聖剣の輝きをあなたに。おお、セイバーではないか。赤くはない、俺好みの青いセイバーよ。さあ俺の胸に飛び込んでくるがいい。マスター、宝具使用の許可を。この満身王を今すぐ月の裏側に叩き返さなければ必ずあなたは後悔します。さあ許可をすぐに。まだセラフに平穏は訪れませんね。乱す要因を見定め、これを正す。私は私の道を進むだけです。聖剣使いか。なぜかお前を見ていると心が不安になる。お前はここで倒す。セイ憤怒の王、我が聖剣の力を知っているのか。ならば私も全力で戦おう。ムーンセルに召喚されたトップサーブ。聞きたまえ、私はただの技師だ。何やらあなたからは邪悪な気配を感じます。ムーンセル平定のためここで撃つ。